お疲れ様です。今回も私だけのユートピアを目指して頑張っていきましょう。ほんといろんな要素が詰め込まれてて、すごいなこのゲーム。それで、ツルハシを作ったので、いろんな鉱石を叩いて回っているのですが、このツルハシでは破壊できない鉱石もあるようですね。ツルハシのアップグレードが必要、と。じゃあまた、右上のミッションに従って進めますか。最初は、木の棒の作成です。どうやら、武器に数えられるらしいで。えらく原始的な。できました。武器を作ったので、お試しで敵を倒してみたいのですが。その辺のベッドでええか。ベッドさんのこと羊っていうのやめてください。でもこの世界は2分以内にベッドが作れないから、存在価値がないで。それはマイクラであればの話です。それじゃあちょっと、ジャンプ切りを試してみます。ジャンプ中に、左クリックやな。うお、これは強そう。ツルハシでこんなんやったら、絶対に痛いで。痛いでというか、痛いでというか。ツルハシを持って、石にジャンプ切りをすれば、一気に採掘ができますね。スタミナも消費戦みたいやし、積極的に使っていきたいな。では、銅鉱石は掘れるようなので、採掘していきます。石のツルハシが壊れそうやって。修理とか、できるんですかね？できるで、インベントリを開いてみ。はい。装備中のツルハシをクリックや。あ、ここで修理できるんですか。修理にかかる費用、めちゃくちゃ安いですね。まあ、石のツルハシやし。回復しまーす。ワッフル、ワッフル。修理すると、最大耐久値が減るようになってるみたいやで。使っていくほど、壊れやすくなるのですか。ある程度のところで、作り直す必要があるわけやな。さて、ミッションで動物を倒せとあるので、ジャンプ切りを使って、羊を倒してみます。あ、間違えて食用油を飲んじゃった。危険行動すぎる。撃破！ふむ、羊を倒しても、経験値は手に入ると。そもそも、動物とモンスターの境目がないような気がするんや。そうなんですか。確かに羊も反撃してきますし、逆にモンスターみたいな青いキャラは攻撃してこないし。そういうことや。よし、お肉と羊毛をゲットしましたが。生肉を食べて、危険性を学ぶ？生の肉を食べると、カンピロバクターとか、食中毒になる可能性があるんや。その危険性を、身をもって知るのが大切なんや。わざわざ試さなくてもいいじゃないですか。ちなみに今、羊の生肉を食べて、体力が5ヘッドで。あと、食中毒に関して解説する動画を、昨日アップしよるから、見てってな。動画の宣伝は欠かさない。って、生肉を試した後で、じゃあ加熱してみようとなるのですか。ミッションに、キャンプファイヤーを作れ、とあります。これは、作業台でのクラフトやな。ありました、石のキャンプファイヤー。材料も安い。ログインボーナスです。キャンプファイヤーはログインボーナスだった。どうこうに設置しようかな。作業台の隣とかでいいか。作業台も一緒に燃えそう。ふむ、別に燃料とかは不要ですか。キャンプファイヤーは自然発火するもの。これで生肉を焼けばいいんですよね。羊のお肉やからジンギスカンやな。九州の民なのでジンギスカンはがんね。東北が言ってええんかそれ。焼くのにはちょっと時間がかかりそう。近くの銅鉱石でも掘りましょう。あ、ツルハシ装備するの忘れてた。この、スロットを動かすだけでは装備されないという仕様、マイクラユーザーには不便かもしれんな。KO です。ジャンプ切りで鉱石壊すの楽しすぎる。鉱石クラッシャーキリタン。本当に焼く時間長いっすね。お肉には、じっくりと火を通しましょう。そういえば、初期の頃に拾ったアイテムがホットバーに登録されていたので、解除しておきます。ホットバーには、よく使うアイテムだけを入れておけばええな。またちょっとカットです。焼けたお肉をいただきます。いただきます。体力と、満腹度が回復しました。満腹度は、右下に表示されている数値やな。満腹度が低くなると、スタミナが下がったりするみたいやから、食料事情には注意せないかんで。で、次のミッションですが。キャンプファイヤーに飛び込むんやで。だからなんでこのミッションは自滅行為を進めてくるの？あっつぅ。キャンプファイヤーに飛び込むと、火傷するから注意やで。そんなもんわかっとるわい。まあまあ、もう一つキャンプファイヤー関連のミッションはあるんや。その上で、グライダーを使ってみ。え、キャンプファイヤーの上で？キリタン砲、飛行モードです。うお、すっげ。上昇気流に乗って、空高く飛び上がることができるんやで。グライダー、めっちゃ楽しいですね。
スタミナの切れが早いのが残念。スタミナは増やしていくこともできるらしいで。やっぱりそうでしたか。なんかスタミナ低いなぁと思ってたんです。ではまた素材集めをします。夜明けです。日本の夜明けぜよ。夜だからといってモンスターが襲ってくるようなこともありませんでした。夜明けも綺麗ですこと。では次のミッションに行きます。次は市場を作成しろというものです。いきなり規模が大きくなってびっくりやで。の割に必要素材は少ない。これ市場というより出店ですね。こんなチュートリアル NPC しかいない場所でどうやって物を売買するのか。まあとりあえず設置してみましょう。ふむ、確かに出店ぐらいの規模だ。そうはならんやろ。建てた市場が襲ってくるラノベ売り場はここですか。これ傾いた場所に建設したら横転したりするんですね。基礎なんてなかったんやなって。これこの状態でも使えるんですかね。使えました。ここにアイテムを入れると一定時間ごとに出荷されてお金が手に入るで。どこで買われてるんだ。とりあえずしばらく使わなさそうな砂を入れておきますか。これ半分だけとか一個だけとか取り出せます。左上にその辺の操作方法は書いてあるで。あ、ほんとだ。じゃあいくつかお試しで入れてみましょう。これだけ入れてみました。羊毛が思ったより高くて一個で500円するようです。序盤の金策には羊毛がおすすめかもな。そもそもお金が必要になる場面が序盤にないんやが。まあ売却にはあと10分ぐらいかかるから別のことをして待ちますか。そんなところで今回はここまでです。これは台風10号が来る直前の編集なので状況によっては次回がだいぶ先になるかも。特に被害がなかったら次からも週1以上の投稿になるで。よろしくな。ではまた次回をお楽しみに。バイバーイ。